当チャンネルではガンダムに登場するモビルスーツの解説を行っています。いろんなガンダムや機体の解説をしているので楽しんでくださいね。早速だけど今回はジム艦零地仕様とそれに関連する機体について解説するよ。ぜひ教えてくださいな。では最初に概要を見ていこう。皆さんは厳しい寒さに立ち向かうモビルスーツがあることをご存知でしょうか。ジム艦零地仕様概要。艦零地仕様のジムは極寒の地での戦闘を可能にする特別な機体です。この機体は地球連邦軍が寒冷地での運用データを必要としたことから開発されました。この機体には着合理や氷結への対策が施されています。各部の凍結を防ぐため特殊な防寒処理が行われています。さらに車両や航空機の運用ノウハウを生かし寒冷地での性能を高めています。関節部分には砂漠専用機と同様の防塵処理が施されています。特に重要な箇所には付着した氷や雪を溶かすノンドレン機構が採用されています。これらの特殊な機能によりジム艦零地仕様は極寒の環境下でも高い性能を発揮します。それでは本題を。それでは早速解説していくよ。ジム艦零地仕様なんだが、この機体のベースとなったのはジム D 型という機体。 D 型ということはいいから数えて4番目だから割と後期に作られた機体なの？そうだな。いわゆる RGM 系列のジムの後期に開発された機体、それがジム D 型で、ジム艦零地仕様はこの D 型をベースとしている。なので最初に D 型の解説をしていくよ。よろしくお願いします。ジムは汎用性の高い機体だったけど、ジオンが開発してきたより性能の高いモビルスーツに対しては負けることも多くなっていた。そういった中で前線の兵士たちからジムの高性能機が欲しいって声があって、オーガスタ交渉でドムを目標に機動力の向上に重点を置いて開発されたんだ。ドムを目標にしていたのか。ドムってジオン軍のかなり優秀な機体だよね。そうなんだぜ。連邦はドムの機動性の高さに目をつけて、それをジムに取り入れようとしたわけだ。へえ、ライバル機の長所を取り入れるなんて積極的ね。ジム D 型の設計なんだけど、熱核ホバーで機動性に優れたドムに対抗するため、新設計フレームに主推進機を従来の2倍の4機搭載したんだ。簡素で乱暴な対策だったが、これでドムに対抗できる手段が得られてな。推進機を増やしたことで何か問題は出なかったの？戦闘時間の低下などの諸問題は出たようだぜ。でも前線の将兵からはドムに対抗できる数少ない手段として高く評価されていたんだ。なるほど。戦闘時間が短くなるデメリットはあったけど、それでもドムに対抗できれば前線では喜ばれたわけね。そうなんだよ。 D 型の型式番号の D はドム対策の意味があると言われているくらい、ドム対策が大きな目的だったんだってさ。へえ、そうなの。形式名からもドム対策がよくわかるわね。ジム D 型の特徴としてバリエーション機が多数存在するんだぜ。例えば寒冷地でも運用できるよう調整したジム寒冷地仕様があったり、 D 型をベースにしたジムコマンドや系列機もあったりと、様々なタイプが生まれているんだ。ジム D 型から派生したバリエーション機がたくさんあったのね。機能拡張のために改造したりしたのかしら？そうなのかもしれないな。寒冷地仕様なら寒冷地で運用するための改造だろうし、指揮用のコマンド機や別の系列機は任務に応じて最適化された改造が施されていたんじゃないかな。なるほど。それぞれの用途に合わせてカスタマイズしていったから、たくさんのバリエーションが生まれたわけね。機種の幅が広がるのはいいことね。だな。それではジム艦零地仕様の解説に入っていくとするか。ぜひ教えてくださいな。じゃあジム艦零地仕様について解説するぜ。この機体が開発された経緯は、連邦陸軍省が次期ジムシリーズの先駆けとなるジャブロー仕様の A 型と B 型ジム大河原半ジムを待てずに、応急配備された陸戦型ジムの後継機を強く望んだことにあるんだ。次期ジムシリーズを待たずに、すぐに新しい陸戦型ジムが欲しかったから開発されたの？そういうわけだな。陸軍省は新しいジムシリーズが出るのを待てなかったみたいでな。すでに配備されていた陸戦型ジムの性能が不足していたんだろう。なるほど。新型が出るのを待てずに、今すぐ性能の良い機体が必要だったからジム艦零地仕様が開発されたわけね。ジム艦零地仕様はもともとジムコマンドシリーズのバリエーション機として生産予定だったんだぜ。でも開発が早められて、結果的にジムコマンド系のプロトタイプ的な役割も持つことになったんだ。開発が早められたの？どうしてそんなに急いだの？ジオン公国がドムの投入を始めて、連邦軍モビルスーツの被害が増えまくったからなんだよ。ジオンに対抗できる高性能機を一刻も早く配備したかったわけだ。
なるほど、ドムが強すぎて連邦軍が苦しめられたからジム乾冷地仕様の開発を急いだんだね。早めに新しい機体を手に入れないと太刀打ちできないからね。そうなんだ。この寒冷地仕様がジムコマンド系の試作機的な位置づけにもなったのは、そのせいなのさ。オーガスタ交渉は前線と陸軍省の要求に応えて、機動力向上のためスラスターを従来の2機から4機に増強し、機動性を強化した RGM-79D の仕様を定めたんだ。スラスターを倍増して機動性をアップさせたのね。そうなんだよ。ただ、寒冷地仕様と銘打たれているのは一部機体が極寒地域でテストベッドとして投入されたことによるんだ。テストベッドとして寒冷地に投入されたから寒冷地仕様と名付けられたの？そうなんだぜ。本来は別の目的でホワイトベース隊のガンダムによる寒冷地テストが予定されていたんだが、それが行われなかったため、早めに実験機を配備する必要があったんだとさ。なるほど、ガンダムの寒冷地テストが行われなかったから、代わりにジム寒冷地仕様をテストベッドとして投入したわけね。寒冷地用のチューンとして、機体各所に溶血対策や防寒処理が施されているんだぜ。さらに寒冷地での部隊の生存性確保のため、一年戦争時の地上用モビルスーツとしては破格の通信能力を持っていたそうだ。寒冷地での運用に特化した対策がされていたのね。通信能力が高かったのも部隊の安全につながるわけだ。そうなんだよ。白と黒の2色に彩色されていて、ステン短機関銃に似たマシンガンを武装としていたのが特徴的だったらしい。独特のマシンガンを持っていたのね。シールドの設定画はあったけど、アニメでは登場しなかったの？そうなのさ。ジムコマンドやガンダム NT-1 アレックスでも同じで、シールドの設定画はあるがアニメでは使われなかったんだとさ。へえ、設定上はシールドを持っていたんだけど、結局アニメでは登場しなかったってわけね。設定とアニメの齟齬があるのは面白いわ。そして本機は広範囲に配備が進められたことからも陸軍省はジム寒冷地仕様の性能に満足していたみたいだぜ。そのため、オーガスタ交渉から宇宙軍やコロニー防衛軍に対して、この機体をベースにしたジムコマンド系の開発提案がされたんだ。作って前線に配備させた結果が満足のいくものだったから、さらに発展させてジムコマンド系を開発しようと提案されたわけね。そうなんだよ。この寒冷地仕様の性能評価が良かったので、時間を置かずにすぐにその提案を承認したらしい。なるほど、寒冷地仕様がヒットしたから、すぐに新シリーズの開発に着手できたわけね。評価次第ではさらなる発展も期待できるのね。そういうことだな。この機体がベースになって、ジムコマンドシリーズが生まれたというわけさ。映像作品への登場は機動戦士ガンダム00H ポケットの中の戦争のみなんだぜ。劇中では北極基地に配備されていて、ジオン軍のサイクロプス隊の襲撃を迎撃したんだ。サイクロプス隊って強豪部隊じゃない？そうなんだよ。エリート集団のサイクロプス隊に対して部が悪く、次々と撃破されて全滅してしまったんだが、最後の1機がハイゴックを撃破してシャトルの打ち上げは守り抜いたんだ。やられてもシャトルの打ち上げは守りきったんだ。そうなのさ。でもその1機もシャトルの噴射炎に消え去ってしまったんだが、動かなくなってもなお、両腕を上げたその姿はまるでガッツポーズをしているようであり勇敢な機体だったんだよ。それはまるで最後まで戦った勇敢な戦士のようね。さあ続いては装甲強化型ジムについて解説するぜ。この機体はジム D 型の強化プランが流用されているんだ。D 型の強化機体なのね。そうなんだよ。陸戦用ジムやデザートジムと同じコンセプトで開発され、装甲と機動性の両立を目指した F 型系列の1機なんだ。寒冷地仕様と同時期にロールアウトされたって。装甲と機動性を両立させる設計なのね。寒冷地仕様と時期を同じくして投入されたのか。その通りだぜ。陸戦型ジムのデータをもとに、後期ジムシリーズの機体をデザートジムと同様にリアクティブアーマーなどで強化したらしい。防砂装備も持っていたみたいだが詳細は不明なんだとさ。後期ジムをベースに、デザート、ジム方式で強化したわけね。防砂装備もあったのかしら。詳細が不明なのが残念だわ。機動性低下を防ぐため大出力ランドセルを装備し、さらに脚部に新型推進システムを搭載してジムでは初のホバー起動を実現したんだぜ。ホバー起動ができるジムなんて初めてね。重装甲と高機動力で、ドムに対抗できると期待されていたのね。そうなんだよ。地上戦線ではドムが大きな脅威だったから、この機体に連邦兵たちは期待していたらしい。でも火力面での不安視する意見もあったみたいね。ゲームではドム敵立ち位置が多いけど、設定上の武装は普通の量産機と変わらないとか。タイドム用に開発されたのに火力不足じゃ本末転倒だな。設計時の狙いと実際の性能が合ってないのは残念だな。でも新しい試みとして評価できたんだろうね。そして少し D 型からは外れるが、
重装甲化と重量増加対策の大型バックパックという点で、ジムストライカーが類似したコンセプトの機体だったらしいぜ。ジム、ストライカーも重装甲で大型バックパックを搭載していたの？そうなんだ。ジムストライカーのウェアラブルアーマーの参考元の一つが F 型系列のデザートジムのリアクティブアーマーだったそうな。なるほど、デザート、ジムが一つの参考モデルになっていたわけね。装甲と推進機の同時強化というコンセプトは F 型の系譜から来ているらしい。だからジムストライカーの型番に F が入っていて、本機とは F 型技術の発展系というつながりがあるんじゃないかと思われるんだとさ。そうなのね。F 型からの技術の流れを組んでいるから、装甲強化型ジムとジム、ストライカーには系譜的な関係があるわけね。型番の F がそれを裏付けているのかしら。主なパイロットは機動戦士ガンダム MS ボーイズ僕たちのジオン独立戦争のデイビッド・タッカーとバトルオペレーションコードフェアリーのバリアボットだったらしいぜ。一人は残虐な悪役連邦兵、もう一人は善人寄りの職業軍人で、対照的な人物だわ。そうなんだが、どちらもエース級の優秀なパイロットだったみたいでな。だから本機は優秀なパイロットに与えられる機体だった可能性が高いんだとさ。なるほど、優秀パイロット専用の機体だったのかもしれないわけね。ただ作中ではそこまで目立った活躍はなかったらしい。バリー機はカラーリングが前の陸戦型ジムを引き継いでいたそうだぜ。主要パイロットが登場していながらあまり活躍しなかったのは残念だわ。前の機体の塗装を残していたのも面白い設定ね。この装甲強化型ジムの多くがアフリカ北部から中東地域に配備されていたんだぜ。その有用性から北米にも配備されたそうだ。広範囲に運用されていたのね。中東はもちろん北米でも活躍の場があったわけだ。そうなんだ。北米配備を初めて言及したのはマスターアーカイブモビルスーツ RGM79 ジムボチューム2らしいが、実は以前の作品の時点で北米戦線に参加している描写があったんだとさ。へ、公式資料に先んじてすでに北米での活躍が描かれていたのね。初出作品の時点で北米配備は分かっていたというわけだ。そういうことらしいな。こうしてみると、装甲強化型ジムは広範囲で重要されていた機体だったんだろうね。そうみたいね。中東から北米まで幅広く運用されていたということは、十分な性能を持った優秀な機体だったに違いない。さあ次はジムコマンドだよ。ジムコマンドは G 型ジムをベースに設計された指揮官向けの高性能機体なんだ。へえ、そうなのね。ジム系列の機体からさらに強化された指揮官用の機体なんだわ。そうだな。シゲルモビルスーツのドムに対抗できるよう、機動性を上げるためバックパックにバーニアを増設しているんだ。なるほど、ジム系統とは思えない機動性なのね。ジム系と見た目は大して変わらないが、中身は全く別物になっている。じゃあ、外見と機動性以外にも強化されてるの？そうだ、バイザーの部分もジム系とは違って物合い型のセンサーを採用しているんだ。ジオン系モビルスーツに近い構造になっている。え、それってすごく珍しいことなんじゃない？ジェガンが登場するまでジム系で物合い仕様は本機だけだったらしい。設計を見直してガンダムに匹敵するスペックにしたから生産コストも上がり、投入は戦争終盤だったようだ。なるほど、だからパイロットも経験者ばかりだったのね。そしてジムシリーズの後期生産型として開発されたのがこの1年戦争末期に開発されたジムコマンドなんだ。後期生産型って初期のジムとは違うの？そうだな。初期のジムは規格が統一されていなくて整備性や操作性が悪かったらしい。でも後期になるとノウハウが蓄積されて格段に性能が向上したんだ。なるほど、技術の進歩で操作性なども良くなったわけね。そう、こういった機体は数は多くなかったが、補充用として各地域に配備されていた。小隊規模で供給された部隊もあったそうだぜ。じゃあ実動実績は相当あったということ？そうだろうな。特にジムコマンドは主戦場以外の地域に多く配備されていたみたいだ。へ、主力機ではないけど広範囲で活躍していたわけね。ジムコマンドというのは、スペースコロニー内と周辺中域で運用するための拠点防衛用に特化した機体なんだ。そうなのね、コロニー戦使用の機体なのね。そうだ、ジム型そしてジムコマンド宇宙戦使用と並んで、中立国を含むコロニーの港湾設備の警備や補修などに使われていたんだ。なるほど、コロニーの防衛が主な任務だったわけね。地上でも極地などの戦略的に重要度が低い地域の通信施設防衛にも配備されていた。そうなの？重要路線以外で活躍していたのね。そうなんだ。スペック的にはゲルブグに匹敵すると言われているが、配備先が緊急性の低い場所が多かったせいか、ポテンシャルを発揮しきれないことも多かったらしい。そうなの？だったらもったいないわね。
ジムコマンドは装甲やランドセルなどの換装が比較的簡単にできる設計になっているんだ。そうなの？基礎構造を変えずに仕様変更が可能ってこと？そうだ。コロニー戦仕様のタイプは過剰な破壊力を抑えることがコンセンサスだったらしい。なるほど。コロニー内で使うからそういう配慮があったのね。その環境に合わせてバーニアスラスターの配置も最適化シミュレーションに基づいて決められている。じゃあかなり細かい設計がされているわけだ。そうそう。バックパックもサーベルラックデバイスはなくて、代わりにセンサーなどが増設されてる。武装は控えめだけど、センサー性能は高めなのね。用途に応じてバランスが変わるんだわ。頭部もジム本体とは違う構造になっているんだ。外部環境をモニタリングするセンサーが増設されて、人間の生存可能性なども詳しく探知できるようになっている。へえ、人命の配慮もされているのね。そうだ。対人対物の回避能力も向上しているらしい。それは重要な機能ね。コロニー内で活動するなら必須だわ。胸部もジェネレーター出力アップに伴って冷却機能が強化されてる。インテークやダクトが増設されているんだ。パワーアップとともに放熱対策もしっかりしているわけね。そうそう。右肩の襟元にもアンテナが備わっていて、設備に接触しないよう通信機能が強化されている。なるほど。民間の周波数帯との混信や減衰も防げるわけだ。そういうことだ。コロニー内外での運用を考えた設計がなされているんだな。さあ続いてはジムドミナンスについて説明するぜ。これはジム D 型の機体を改造した連邦軍の試験機なんだ。試験機って実験用の機体なのね。そうなのさ。モルモット隊に配属されて、様々な試験的装備を使った実践データを収集することが目的だったらしい。新しい装備のテストベッドとして運用されていたわけね。突出した特徴こそないが、バランスの良い高水準な機体性能を持っていたそうだぜ。拡張性も高くて各所にハードポイントが設けられていて、水中用装備にも換装できたみたいだ。基本性能は非常に高く、いろいろな装備に対応できる汎用性の高い機体だったのね。実験機らしい設計ね。そういうことらしいな。実戦での様々なデータを収集するのに適した万能な試験機だったんだろう。オーガスタ研究所の関係施設で、後期生産型ジムをベースに作られたらしいぜ。外観から後期生産型のジムコマンド系と思われるそうな。ジム、コマンドシリーズをベース機体にしていたのね。ややこしい呼び方だけど。そうなんだ。後期生産型ジムやジム後期生産型という機体もいるみたいだが、必ずしもこれらとは限らず、本機の設定とは名称が一致していないんだとさ。呼び名が統一されていないから紛らわしいのね。でも基本は後期生産型ジムをベースにしていたわけね。そうなんだよ。この機体の運用データをもとに、狙撃性能特化のジムスナイパー11が開発されたりもしている。ジムコマンドなどにもデータが反映されているんだって。へ、この試験機のデータが後続機種の開発に活かされていったのね。実験目的の機体だけに貴重なデータが得られたんでしょう。専用の2連装ビームキャノンと前腕部のボックスビームサーベルが主武装になっているんだぜ。さらに左太もも部にビームサーベルとシールドも装備していた。火力とも近接武装ともしっかり装備されていたわけね。そうなんだ。頭部や脚部はスナイパー2に似ているが、胸部ダクトや装甲、バックパックはスナイパーカスタムに酷似していて、サーベルの形状も採用されているらしい。スナイパー2とカスタムの中間的な位置づけの機体だったのかしら。そういう裏設定はあるらしいが、公式設定への反映はまだされていないってさ。本機特有の外観としては頭部のトサカ状装甲や脚部サイドスラスターなどがあったそうだぜ。スナイパー系との関連性は高そうだけど、まだ公式設定には組み込まれていないのね。独自の外観要素もあったみたいだし、個性的な機体だったわけね。この機体のパイロットは当初ユーカジムだったが、後にフィリップ・ヒューズに引き継がれたらしい。ヒューズ登場時には追加でガンターレット2機が装備されていたそうだぜ。パイロットが変わった際に武装も強化されていたのね。そうなんだよ。さらに機体のカラーリングも青白からモノクロの黒白に変更されていたみたいだ。カラーリングまで変えていたのか。機体の運用状況に合わせて様々な変更が加えられていたわけね。そうだな。モルモット隊以外にも偵察部隊のストレイキャッツの将尉が使用していたが、ギャンに撃破されたらしい。モルモット隊以外でも運用されていたのね。でもギャンには撃破されてしまったみたいだし。ところでこの機体が実在したかどうかは定かではないという資料もあるらしいぜ。モルモット隊の実態自体にも諸説があるってわけさ。は、実在したかどうか自体が不明な機体なのね。モルモット隊の動向にも疑問があるということかしら。歴史の謎のように面白いわ。それではそろそろ終わろうよ。はい、視聴者の皆様、最後までご視聴いただきまして
本当にありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録、そして通知設定をしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。